オーデマピゲ。世界三大雲上ブランドの一角を占める、スモールセコンド付きのヴィンテージモデルです。1960年代頃製造。手巻きモデル。素材はステンレススチールです。サイズ、ラグ幅 18mm、ケース径は約 33.5mm、リューズ含まず、縦、ラグ端からラグ端まで約 37mm、厚さ約 5.5mm、総重量 34g のメンズモデルです。操作方法。精度。日差、タイムグラファー計測でプラスマイナス90秒以内に収まっています。ご使用環境によっては、多少の姿勢差はあるかと思います。特徴。1875年にスイスのル・ブラッシュで、J ・オーデマと E ・ピゲによって創業したオーデマピゲ。パテック・フィリップ、バセロン・コンスタンチンと共に、世界三大雲上ブランドの一角をなす高級ブランドです。もともと、王侯貴族のために作られたブランドであるがゆえ、細部に至るまで、緻密な仕上げが施され、醸し出す気品は、他の追随を許さない気高さを感じさせるエグゼクティブの時計です。このモデルはラウンド型のメンズモデル。ダイヤルはシンプルなシルバーカラー。派手さを感じさせない落ち着いた文字盤ですので、シーンを選ばずご使用いただけます。アプライドのバーインデックス、ハンドも、極細の二針と下部のスモールセコンドの組み合わせで、華美な装飾を排したシンプルさを追求した視認性の良いフェースです。裏蓋はスナップバック式。ムーブメントは、18席の手巻きムーブメントを搭載しています。ベルトバックルは、社外品ですが、ブラックカラーの型押し、Dバックル仕様になっています。嫌味のないシンプルな時計ですので、商談やデートなど、ここ一番の大切なシーンで、大人のダンディズムを演出してくれることと思います。コンディション。ダイヤル、文字盤。目立つダメージはなく、綺麗な状態を維持しています。インデックスに、わずかな経年変化が出ていますが、針、ともに錆などはありません。ケース。軽い小傷程度で、綺麗な状態です。ベルト。社外製のリザード。軽い使用感があります。
時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。